弁護士の神尾と申します。よろしくお願いしよろしくお願います。します。それで、今日はですね、新しくできた規定の説明をしましょうという、とっても珍しい会を設定していただいてありがとうございます。それで、今からですね、今日やることの、あれ、これスタート。今日やることとしては、実はこの4月1日から2つ規定、まあ、正確に言うと3つ大きな規定ができてまして、基本規定というやつ、これはですね、パデル協会の組織の中身を決めている規定です。それと、あともう1つは倫理規定と、法務委員会懲罰審査規定。こっちは簡単に言うと、なんかまずいことをしてしまった時のペナルティの規定、大きく分けるとこの2つの説明をしたいと思ってます。それでもう早速内容に入っていこうと思うんですけれども、まずですね、すごくざっくり言うと、基本規定っていうのは、パデル協会の中の組織の部分を決めているところが大きいものの、その中にはですね、一応選手に関する規定もあります。で、基本的にはですね、選手の皆さん、登録をしてもらっていると思うんですけれども、登録をしてもらった皆さんには基本的にこの、基本規定の選手の欄に書いてあることが適用になるという立て付けになりますので、そこはご留意いただきたいというふうに思います。で、具体的に見ていかないと多分何のことやらわからないので、見ていきます。で、基本的にはですね、バーッと喋っていって、途中で質問のところを設けるつもりなので、一通り私の方からバーッと説明をした後で、区切りのいいところで、一度止めて質問みたいなことをやっていこうと思ってます。で、まず画面に出ている第19条ってやつで、いきなり代表のことからなんですけれども、選手っていうのは基本的にさっきも言った通り、登録した人のことですけれども、協会によって日本代表チーム、または選抜チームとの一員として招聘された時には、当該チームの公式活動へ参加してくださいという義務を負ってますよということが書いてます。で、もちろん、選ばれたら絶対参加がと言っても、いろいろご都合があると思うので、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありませんということが書いてます。これが大原則です。で、2番、19条の2項っていうところで、代表に選ばれた人たちについては、基本的にその代表チームの活動に対する報酬というのは出ないことになってます。ただし、前回、渡航した人はご存知かもわからないですけれども、協会側の方で、なんとかスポンサーを集めたり、負担をしてくださる人を見つけてきてですね、活動費の一部、また全部を支給することを決めたとき、協会側の方でこれは決めますけれども、これが決まった場合には、報酬ないし、まあ、実費などの活動費が出る可能性というのは一応あるということです。ただ、皆さんの側というか、代表選手の側から権利として、代表チームの活動したから報酬をくれということはできないことになっています。で、3項として、代表チームに招聘された選手は、基本的にはその公式の活動中については、指定のユニフォームを使ってくださいということになっています。で、ここがですね、ちょっと難しいんですけど、大事なところで、20条というところで、まず第1項で、本協会の主催する協議会。基本的にはですね、国内でパデルの大会をやろうってなった時には、主催と言って、自分の名前で、まあ簡単に言うと経済的な利益も含めて、大会を運営して、まあそれの主催者となっているのは基本的には協会という今のところの立て付けです。ただし、各施設にその主催権を譲ってあげたりですね、まあ共催、パデル協会と施設、ゆくゆくはパデル協会と都道府県のパデル協会みたいなこともできたらいいなと思ってますけど、そういう場合を想定しています。なので、まあ、簡単に言うと、もう今やってる大会は大体これに該当すると思ってください。もちろん、施設ごとのこうチャレンジ以下の大会、イベントのような大会は除きますけれども、
基本的には本協会が主催する競技会に参加する選手のその大会での肖像、氏名、略歴、似顔絵、アニメ、音声、署名、まあ、今でも結構試合の最中の動画を撮ったりですね、試合の最中の風景の写真を撮ってそれがアップされてたりしますけれども、こちらについては基本的には協会に所属しますということになってます。で、まあ、肖像っていうところの中には写真ですね、まあ、容姿容貌を撮られることが含まれてます。で、基本的にこの競技会に関するものだけなので、大会に参加している人はこういつでも協会に勝手に名前と画像を使われちゃうかっていうとそんなことはないです。で、第2項、選手はここが、結構もう皆さん出ている方がいるのでこれから大事になってくるとは思うんですけれども、パデルの競技選手としてテレビとかラジオとかイベントなんかに出演したり、あとは新聞雑誌の取材を受けたりと、あと広告宣伝販売活動ということに関与するときには、なるべく本協会にこれ報告してくださいということで義務化してます。で、ちょっと最初はですね、運用上どこまで全部報告したらいいのかみたいなところが出てくると思うんですけれども、原則論としては、報告しなければならないということで義務になってます。で、これはなんでこういう規定があるかというところで言う と、基本的には、まあ、一つは攻めの部分で、協会としてもパデルの普及だったり、まあ、パデル選手のこう環境を整えるためにスポンサーを集めたりするのにあたって、皆さんがせっかくこういう広報活動に勤しんでくださっていることは、協会としても積極的に PR をしていきたいというのが一つです。で、逆に守りの面としてはこれを把握してないとですね、ものすごい勝手なところで、まあ、すごく極端な話、違法な、活動のなんだ、例えば賭博のね、賭博場の広告に実は写真が使われてましたとか、いかがわしいお店の写真に載っちゃってますなどという違法行為に関与しちゃう可能性があるので、そこは協会の側でもコントロールさせてくださいということになってます。で、34条は日本代表の方ですね。こっちはさっきの競技会ごとっていうんじゃなくて、代表チームって選ばれて代表チームとして活動するときの、話です。で、これの、肖像権とかっていうのは基本的には協会側で専属的に帰属しますということになってます。なのでこの2項にも書いてある通り、日本代表チーム選手等は、選手等の中の等の中にはちなみに監督とかが含まれてます。日本代表チームの活動中の肖像、まあ、だから要望ですね、容姿要望が報道放送されることおよび当該報道放送に関する選手との肖像につき何ら限定するものではない。なので日本代表の試合が放送されましたと、僕にもその放映料の上がりをくださいということはできませんということになっています。で、あと、協会の方でその日本代表チームの活動を PR するときについては、これも私を写真として使うなら1枚いくらみたいな話でお金を請求できるものじゃありませんということになってます。で、あと代表の選手に関してはこれは競技会の選手の方とは違うルールがあって、基本的には協会から指定があったときに広報活動にこう協力してもらって、まあ、今でも実際上はもう協力してもらってるかと思うんですけれども、それについては応じてください、なるべく協力してください、もちろん無理な範囲でっていうことは申し上げるつもりはないんですけれども、原則として協力してくださいということになってます。で、あと日本代表チームとしてのテレビラジオとか、広告の出演みたいなのも基本的には同じです。で、これはですね、まだ完全にこう協会の側でここまで完璧にやれたかっていうよりは、どっちかというと未来の話になりますけれども、日本代表チームとして、まあ、例えばサッカーなんか思い浮かべてもらえば分かると思うんですけど、サッカーの代表のユニフォームっていうと結構販売をしていて、それのロゴがついていたりなんだりということもありますし、あとはまあ公式の試合の映像とか、これについては著作権が発生するんですけれども、このあたりの権利っていうのも基本的には協会です、代表に関してはですね。もちろんプライベートでパデルをやってるところを撮影して
それを別途使いましょうということは関係ないということになってますが、基本的には、代表として活動していることに関する権利ということになってます。はい、というのが、基本規定で選手の皆さんに関わるところの条文の紹介でした。で、はい、じゃあ、はい、次に進んでいきます。はい、次ですね、今度は懲罰の話になってます。名前としては倫理規定という名前ですけれども、簡単に言うと、まあ、日本の法律の中で言うと刑法みたいなもので、ペナルティをしてしまった時にはこういう懲罰があります。会社でお勤めの方で言うと就業規則の中に書いてあるようなことになるかもしれません。で、これも、ちょっと個々の条文に入る前に、実はですね、スポーツ庁の方からここは結構厳しく言われていまして、今国内のスポーツ団体、いろんなこうやり方をしているところが多いんですけど、結構ですね、前の、総会でご案内したように不祥事が多いんですね。で、不祥事があった時にそもそもこうどんな懲罰ができるってことを事前に定めてなかったがばっかりに、その事後処理でもですね、かなりこう世間的にも冷ややかな目で見られたりですね、独裁体制みたいな、一人の権力者がとんでもないことをやらかして全然懲罰も大したことないということで問題になることも多いので、ここは結構重要な規定になります。で、かつどんな行為をやっちゃったら懲罰になるんだっていうのを皆さんも知っておいてください。はい、で、まずですね、協会が、皆さんを懲罰できる根拠がどこにあるかっていうことになると、基本的には皆さんが協会に対して登録をしているということからに基づいて行うことになってます。なので、全く関係ない草パデルって言ったら変ですけど、全然こう協会にも登録していないし、単純に純粋にそこら辺でこう遊びでパデルをやったっていう人に関しては対象外になります。ただ、じゃあ僕らが遊びでやるときにこれの対象にならないかっていうと、そうじゃなくて、登録をしちゃった以上は協会の、一員になってはいるので、一員というか、まあ、協会を構成するメンバーじゃないんですけど、協会に登録している選手という看板は背負ってしまっていますので、残念ながらもう登録している皆さんに関しては、何か起こったときにパデル協会が懲罰が必要な対象行為が発覚しちゃったらですね、それは懲罰の対象にせざるを得ないかなということですので、気をつけてください。で、対象の期間っていうので、いつまで経っても過去のことを掘り返して懲罰ができるということにはなってません。対象の行為を行った時で、当協会、まあ、協会側が覚知した、まあ、要するに見つけたとか分かった、発覚したという時から数えて、3年。もしくは懲罰の対象になるような違法行為をやっちゃった時から10年経てば時効ですっていう話になります。で、懲罰じゃあ何をするんですか。まあ、これから違反の行為自体は後で紹介しますけれども、懲罰やっちゃった時にはどんな処分があるんでしょうということが書いてあるのがこの5条1項というところです。1番、減責というのは、まあ、簡単に言うと始末書を出してくださいということです。で、2番の罰金、協会に金銭を納めるということで罰に変えますというものです。3番の没収、これはですね、ちょっと普通の選手の側からするとあんまりよくわからないかもしれないですけど、例えばですけど、協会の側の役員の人とか、職員の人が不正に利益をこう横領してましたみたいなところで、不正に利益を得ましたってなると、それを剥奪しましょうということの、意味です。4番の減給っていうのは読んで字のごとくですね。で、5番出場停止、これは、コートと、まあ、ロッカールームとか近くの施設も含むんですけれども、に立ち入り禁止ってことになったり、まあ、あとは試合等に出場停止ということになったりします。
で、6番の職務停止。こっちもどちらかというと、教会の内部の人間の話になりますけれども、教会の役職を停止、または解任します。というような内容が懲罰としては予定されています。で、ここからちょっと一回共有を解除して、別の資料をお見せしますけれども、これがですね、ちょっとごめんなさい、画面共有だと見づらいかもしれないですけど、玉井さん、これって、ホームページの側に上がってるんでしたっけ？キム、どこに上がってるんだっけ、これ。キム。EPS の方。EPS の方か。ホームページの方ですね。パネルプレイヤーズシステムの。には、さっき説明した基本規定も含めて上がってると思いますので、そっちも、詳しくはそっちを確認していただければと思うんですけど、一応、なるべく大きくして、よいしょ。類型分けがしてあります。例えばですね、登録の関係で、嘘の情報を登録しましたとか、いうこととか、登録料を払ってくれませんとかっていうと、丸がついているところが対象の罰ということなので、そんなに重い罰はこれじゃ課せないよねということになってます。で、あとはですね、登録期間を守らなかったとかですね。はい。で、一応、刑の重さの判断に対する備考っていうのを各欄に設けてますので、そこをご覧ください。で、あと、競技会関係。まあ、だから試合に出るときに、嘘の情報を申請しましたとか、試合の料金を払ってくれませんとか、申請の期限の不遵守。まあ、これはよっぽどのことがない限りは、単純に試合に出れませんねっていう話になるだけだと思うんですけど、一応、懲罰もあり得なくはないということにはなってます。で、あとは、審判判断の不遵守。これもコートのレフェリーの判断を守らなかった中で、まあ通常はですね、コートの中だけで済む話なので、それ以上のことはありません。よほどのことがあったときに、一応懲罰として予定されているものがありますということです。あとですね、物品の窃盗、横領、盗難、破壊。まあ、施設のものを壊したとか、盗んだとか、横領したというやつですね。で、この辺でも、まあ、この職務の停止とか、資格の剥奪、出場停止、最終、一番重いの除名ってやつがありますけど、こういうレベルまではいかないです。で、あとはですね、次の類型としては、暴行傷害っていうので、まあ、これはもう、純粋に刑事犯罪ですので、教会としても、これについては、特に傷害の程度が重い、怪我の程度が重い場合については、資格の剥奪とか出場停止とか、そういう重い処分も入ってきます。あとはですね、この辺、痴漢盗撮とかですね、これも、条例違反だったり、犯罪行為ですので、重い処分が予定されてます。あと、プレイ中の重大な危険行為っていうのも、一応これ、どこまで、なんていうかな、その危険行為の対象がですね、パデルの中で一体どんだけのことができるんだとは思いますが、念のため、重い処分まで課されてますが、通常こんなことはないと思いたいというところですね。あとはですね、ハラスメント関係っていうので、ここはですね、ちょっと適用の範囲が難しいですね。主には、教会の中同士とかっていうのは非常にわかりやすいんですけれども、選手同士でお互いに何かこう言い合ったのがハラスメントに当たるかどうかというのは非常にこう具体的な事案で判断に迷うものは多く出てくるとは思うんですけれども、一応それはダメですっていうことにはなってますので、気をつけてください。例えば、セクハラ、パワハラ、アルハラ、その他っていうことになってます。
で、その他これ丸ついてませんけど、事例に応じて判断なさるあと、情報の取り扱い、これはあんまり選手の方ではないかなと思うので、どちらかというと協会側の人ですね。で、これもあります。SNS 等の不適切な利用とか、あと知的財産権の侵害行為って書いてあるんですけど、これ難しい言葉で書いてあるんですけど、要は、他の人の著作物を勝手に載せちゃったっていうのが多分典型かなと思います。で、これは最近結構こう、いろんなところで簡単にできちゃうので、例えば人の作品をこうスマホでスクリーンショットでパシャッと撮って載せましたというのも、一応ですね、形式上は著作権の侵害になります。本人の同意をもらってない場合はですね。なので、ちょっとそこは載せる前に一歩踏みとどまって気をつけてくださいということです。で、あと監督責任とかはどちらかというと、協会の内部の人。で、あとはですね、これはもう本当に重大な犯罪行為です。放火、殺人、傷害、暴行、喧嘩。なので、この傷害はさっき、コート内のところで規定がありましたけど、そうじゃなくて、もう普通の外で人を殴って怪我させましたとかいうのもダメです。暴行、喧嘩、名誉毀損、器物損壊、横領。遺失物横領っていうのは、これは、なんだ。落とし物をパクっちゃったってやつですね。で、あとは詐欺、恐喝、賭博、違法薬物の所持、使用、淫行、痴漢、盗撮、飲酒運転、交通違反、損害。まあ、この辺はですね、もう常識的に考えて、それは単純に刑法でも罰されますけれども、そうじゃなくて、一応、協会に所属する選手として、こういうことをやっちゃったときには、協会としての処分があるというので、刑事、保証上どう扱われようが、それと協会のことは関係ないよということになってます。じゃあすいません、一回ちょっと共有を停止して。それで、どこまで行ったんでしたっけ。はい、ということで別表を確認してみました。今までのところで何か質問がありますでしょうか。はい。いかがでしょうか。ここはね、あんまりこう気分のいい話ではないので、具体的に質問って言われてもうんって感じでしょうけど。大丈夫そうなの、大丈夫そうというか。大丈夫です。はい。はい。じゃあ次に、今言った懲罰をどうやって誰が決めるかっていう話のことを、説明したいと思います。ここはですね、ちょっと条文全部載っけると結構、難しい上に大変量が多いので、これも後で本文の中身は本当に見たい人は PPS の方で見ていただければと思うんですけれども、まずですね、法務委員会っていうのが協会の中の独立した委員会として立ち上がります。で、それに関しては基本的には一人でっていうことはないので、誰か一人が勝手に懲罰を決めますということはないです。原則的には3人くらいを予定していますが、その手続き自体は非公開です。誰かに公開されたりはしませんし、手続きに関与している人は守秘義務を負います。で、あと、その懲罰の対象の行為をしちゃった人に関しては、いや、自分の正当な権利を主張したいですということに関して、例えば弁護士さんを連れてきて代理人として自分の正当な権利を守りたいということがあればそれはできます。で、あと13条というところに載ってるんですけれども、その懲罰の審査の対象、これあくまで懲罰の審査の対象になっている人はまだ別に、確定でなんか懲罰が決まってるってほどでもないので、
場合によってはこの審査の、ね、過程でいろいろ言い分を聞いたら、あ、それはそもそも懲罰の対象行為は存在しなかったねってなるかもしれないし、まあ、懲罰の対象になり得る行為はあったけれども懲罰の必要まではないんじゃないというところで、そこで免除になるという可能性もあるので、言い分を述べる機会がないと困っちゃうよねと。勝手にあの教会の側で勝手な判断でというか、あの本人の言い分を何も聞かないまま判断するということはなくなります。で、あと関係者ですね、その場にいた人だったり事情を知っている人っていうのは、法務委員会の方で調査が入りますので、その時には協力してくださいということのになってます。で、あとそれが全部終わっていろんなことを聞き取ったり、あとは客観的に残っている証拠ですね、例えば、その当時の画像がありますとか写真がありますとか、まあ、あとはやり取りをしていた LINE がありますとか、それは懲罰の対象になる行為がどんなものかによって残っているものが違うと思うんですけれども、それが、全部調べ終わった後に法務委員会の方で懲罰案というのを作ります。この人が懲罰になった対象の行為が何かで、その行為は証拠から認められるか認められないかということと、それが認められるんであればどれぐらいの程度重さが重いのか軽いのかということを踏まえて、さっき示したですね、黒丸がついていた懲罰のどの程度の重さが適当なのかということを書きます。で、法務委員会自体はここまでで権限は終了するので、最終的にはパデル協会の理事会が、懲罰を下すか下さないか、下すとしたらどんな懲罰を下すのかということについては理事会が最終判断なんですけれども、原則としてはこの法務委員会が作った懲罰案を、十分、その趣旨を踏まえて判断するということになっています。なので、まあ、特にこの今はまだそんなに大きくない組織で顔が見えちゃうというところがあるので、こう伝え聞いた情報であいつがこんなことしたってさみたいなので、それは良くないからやめときなさいというこう事実上のお叱りっていうのとは一応ね、別の枠組みできちんと公式に懲罰が下されましたっていうことを、こういうちょっと重たいですけどきちんとした手続きを踏んでやりましょうというのがこの法務委員会懲罰審査規定というものになります。上井さんどうもありがとうございました。大変分かりやすくて、レオンが言ったように読んでもさっぱり分からないですよ、これね。やっぱり説明してくれた方が分かりやすいですし、あとまだ事例っていう事例が出てないので、まあ、おっしゃる通り、ちょっとこう危機感というか、まだ、実感が湧かないかなと思うんですが、必ずこれが基本となって、でみんなの、周知、されて、できる、で僕らがちゃんと運営できるように、していって、より良いそのパデルを、構築していきたいなというふうに思ってます。これが、新たな、スタートとなりますので、本当に、で 今後もまた、お力、引き続き貸してください。どん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 良くしていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。